周年記念最終日ジムレースへスピーチと自動車の平原幸太選手です。よろしくお願いします。逆っていう形で全部記念勝ち上がりましたけれども、スタンスを振り返っていただいていかがですか。まあ、ちょっと初日と2日目でちょっとなんかすごい自転車のスカスカ感があったので、修正したら今日は一番良かったですね。今回、地元記念や生前記念の方が3年ぶりの開催になるんですけれども、そのあたりというのはいかがですか。まあ、気合は入りますね。今回の決勝で2人で勝ち取って上がりましたけれども、明日、平原選手はどこを回られますか。まあ、真杉と黒沢と分かれて、埼玉勢と黒沢森田の3番手です。決勝に向けてのですね、意気込み、どんな走りしたいか最後にお願いします。はい、埼玉みんなで力を合わせて優勝を目指したいと思います。応援の方よろしくお願いします。